放火シリーズとは、ポール・アンダースンとゴードン・アール・ディクスンによるユーモア・ SF 小説シリーズ作品。複数の短編と一編の長編からなる。放火とは作中に登場する異星人の種族名である。放火たちが地球の歴史やフィクションを模倣し、その結果生じる騒動に主人公が振り回されるというのが短編の毎回のパターンとなっている。アンダースンは、ディクスンが ユーモアに満ちた第一項を執筆して、アンダーソンに渡し、ディクスンが説明していない箇所を説明するなどの作業を、アンダーソンが行うという手順で執筆したと語っている。生漢調査部隊少尉であるアレグザンダー・ジョーンズは、30年ほど、前に一度人類が訪れた霧の惑星、10日に不時着した。母艦の救援を受けるために旅を始めたアレックスが、 遭遇したのは、西部開拓時代の衣装をまとい英語を話す、テディベアだった。ザ・シェリフ・オブ・キャニオン・マルチ・イン・ホカ・シグノ・ビンシス、ザ・アドベンチャー・オブ・ザ・ミスプレイス・ド・ハウンド・ヨ・ホホカ、ザ・ティデリー・ウィン・ク・ボリアーズ、ジョイ・イン・ム・ドビル・ダン・ジョーンズ、1957年、アン・ディプロマティック・イミニティ・フル、パックスター・プリンス、チャーリー・ザ・ナポレオン・クライムこの記事は、以下のカテゴリでも参照できます放火に関するカテゴリ。 ありがとうございます。